はい、アジサイ満開になってきましたので紹介したいと思います。今日はアジサイ特集ということでやっていきたいと思います。植木鉢に植えてある品種から地植えにした品種で、一般的な品種から比較的新しい珍しい品種までありますので、やっチャンネルが8年間かけてゆっくりじっくり育て続けてきたアジサイ見ていただこうと思います。いきなり珍しいのからいっちゃいましょうか。去年お迎えしたアジサイ、鉢植えで管理しています。クイーンズブラックっていう品種です。色が濃くて、まあ、ブラック、クイーンズブラック、初めて育てたのでちょっとね、まだ特徴はわからないんですけども、今のところこう茎もしっかりしていて育てやすそうな印象がありますね。こう濃い紫っていう感じで、すごいいろいろな品種が出てきて名前を覚えるのも大変で、こちら以前にもちょっと紹介したんですけども、島根のアジサイ、万華鏡。鉢植えの場合はなかなかここまでお花を咲かせることができないんですよ。はた、去年買った時も花数すごかったんですけども、8号鉢に植え替えて今年この、ま、ナンバーワンって言ってもいいぐらいの花付きです。お花が豪華なのに花付きがすごい。ね、ウグイスも喜ぶぐらい花付きの良さ。お花が本当に綺麗。人気ナンバーワンなんじゃないかな。さあ、続いていってみましょう。こちらは、ずいぶん前ですね、通信販売で買った、ルビーレッド。はい、ルビーレッドは以前にも紹介してますね。剪定しなかったけど、ちゃんと咲いています。はい、剪定は時期さえ間違えなければまあまあそんなに難しいことはないと思います、ね、このなんていうんだろう、濃い紫はまた独特ですね。うん、まだつぼみが控えているのでこれからたくさん咲いてくれると思います。こちらのアジサイがね、またすごいブルーなんですよ。鉢植えで育てたのでこの青はねまだ完全版じゃないです。後で地植えをお見せしますけども、そちらの迫力がすごい。とにかく青が濃い。アメリカン、ハワイアンブルーかね、ハワイアンブルーっていう品種です。茎もしっかりしているから支柱なし支えなしでも全然大丈夫です。花持ちもいいですね。12月ぐらいまでね、秋色アジサイとして楽しんだことがあります。すごいんですよ。で、地植えがありますんでね、あとでそちらをゆっくりお見せしたいと思います。こちらは去年挿し木をして7本ぐらい挿したのかな。はい、なのでまだまだ若い株になります。8号鉢、こちらはね、一般的な白いアジサイ。白いアジサイはね、これ昔ながらのですね、白は繊細だから、意外とこう花が傷むのが目立つのかな、白いからね。で、咲き終わりがちょっとブルーがかっていますね。これは土の、あれですかね、土の性質、影響があるのかな？で、隣、これガツ、ガクアジサイ。昔ながらのガクアジサイ。こちらの白も、もう昔ながらのアジサイですね。剪定動画を出して、寒肥の動画を出して、もう全部お出ししながら、もう2年目、3年目か。
昔ながらの紫陽花、綺麗。どちらかというとね、ガクアジサイの方が樹勢が強くて大きくなるような印象があります。あとでもう一箇所あるんですよ。ダンスパーティーって一時期すごい流行ったアジサイがあるんですよ。今でも人気があると思うんですけども、2メートル近くなってます。はい、そちらもお見せしたいと思います。このアジサイは嬉しい。もう本当に苦労したのがこちら、舞姫っていう品種なんですよ。青にも咲かせられるし、赤にも咲かせられるんですよ。で、今回は赤い肥料を使っているので、こんな感じ、舞姫で検索するとね、いろいろな画像出てくると思うので、青は青で綺麗。見たことないですよね。5年目になるのかな、ようやくこう満足いくような咲かせ方ができましたね。pH 調整してもうちょっと薄いピンクの方が可愛いとは思うんですけども、もう贅沢は言えない。絞りのタイプはおそらく難しいと思います。地植えで2年間ダメだったんですね。あんまり育たないから鉢上げしたんですよ。で、鉢で育てて今回多分3年目、ようやくこう咲いてくれたっていう、ね、これ絞りが出てないんですよ。絞り出てないで、すごい、しっかり絞りが出てます。で、咲き始めのほら、咲き始めのこの絞りの出方、アジサイはこの色変わりがね、なんとも言えないですよねっていう感じで、もう本当に今年はうまく育ってくれましたね。絞りが出ていたり出ていなかったり、裏側もお、しっかり、初めて、嬉しい。なかなか咲かなかったアジサイが5年目ですね。5年目でようやく15号鉢、12号鉢かな、はい、大きい鉢に植えてあります。絞りつながりでいくと、これこちらのアジサイも去年やってきました。ガクアジサイなんですけども、泉地より結構人気があると思います。趣味の園芸買いました。去年も買ったし、今年のアジサイ特集も買いました。いいですよ、あの趣味の園芸いいですよ。まだ置いてあると思います、アジサイ特集。すごいね、こんなに絞りがうまく出るとは思わなかった。ね、作り物みたいですよね。嬉しい。これね、この絞り系は難しいと思います、多分。いずれね、全部地植えに挑戦したいんですよ。やっぱりアジサイって外で育ててこそアジサイだなっていう意識が自分の中にはもう常にあるので、どうしても地植えで育てたいんですよね。さあ続いていってみましょうか。こちらは以前に紹介しましたね、レオンっていう品種で、これも苦労しました。おそらくこれ青の肥料を使ってますね。で、縁取りが赤なんですよ。縁取りが赤でフリフリ、ね、これから咲く感じのつぼみもありますけども、これも苦労しました。もうこれこそ7年がかりとかじゃないかな。今年は 1,2,3,4 5輪咲いてつぼみが2つあるから7輪咲きそう。お花大きいですね。やっぱりね、しっかり見てあげないと難しい。1、2年に1回植え替えするとか鉢増しするとか、肥料はもちろん定期的に与えないと、この特に植木鉢はなかなか咲かすのがね、管理は大切ですね。日々の管理が大切。
こちらは初登場じゃないかな、去年お見せしたと思うんですけども、ゼブラっていう品種です。白のアジサイで軸が黒いんですよ。この軸の黒とお花の白がこうシマウマの模様に見えるっていう意味からゼブラなのかな。軸が黒いでしょ、これ真っ黒なんですよ。普通緑ですからね。でお花が白。花付きがもうちょっといけたかななんて気もしますけども、まあまあよく咲いてくれました。これお花のね裏側がまた面白いんですよ。お見せできるかな。ここ赤みを帯びてるというね、かっこいいんですよこの感じが。ゼブラ、去年の趣味の園芸のアジサイ特集に載っていたような気がしますね。こちらにね植木鉢持ってきたんですよ。8号鉢から12号鉢まで。大変重たい、アジサイ重たい。さあまだまだあるので行ってみましょうか。あちらにね地植えがあるので、ちょっと地植えのコーナー行きましょうかね。そしてアナベルもお見せしますということで、さ あこちらはね以前にお見せしましたね、マリンシュシュっていう去年買った品種になります。フリルの入ったアジサイ、はい、軸がしっかりしていてまとまりやすいね。はい、来年もうちょっとお花つけたい、はい、そんな感じで続いていってみましょうか。鮮烈なブルーのハワイアンブルーの地植えが3株あります。はい、やってきました。どうでしょう、こちらが親株になるんじゃないかな。ハワイアンブルーですね。これほど青く出るアジサイはないっていうお花の農家さんからコメントいただきました。インスタグラムに載せた時に100品種以上育ててきたけどこんなに鮮やかなブルーが出る品種はないっていうことでした。でなおかつ育てやすい、花弁も厚いんですよ。で地植えですし日当たり抜群な場所なんですけども、ぐったりすることも少ないですし育てやすい。こちら剪定の動画も出してるんじゃないかな。ここはね西日が当たるんですよ。だから裏側の方が葉焼けしてなくて綺麗かもしれませんね。多分挿し木で取った子があって、ね、奥の大きいのが親株、挿し木、これ挿し木ですね。本当にこれ写真で撮ると偽物なんじゃないかなっていうぐらい青が強く出るので、本当に本当に濃いブルー、最近は見かけないですね。アジサイのこう品種がどんどん出てるので追いかけてしまうとキリがないんですけども、気になる品種はそれはそれで毎年出てくると。はい、なのでここ数年は買っていなかったんですけども、ちょっと YouTube も始めたっていうことで去年から少しねまた買い始めてるんですよ。絞って選んで買い始めてる。反対側ですね。反対側だから東側、午前中までしか日が当たらない、だから開花もちょっと遅いかなね。日の当たり方でね、お花の焼け方、開花のスピード、時期がちょっと変わってきますね。西日は極力当てたくないんですよ、お花が傷むから。こ
ちら裏側、親株の裏側。そう、続いていきますけども、続いてのこのおすすめな品種があるんですよ。これね、マジカルって言って、マジカルシリーズが何品種もたくさんあるはずなんですけども、僕はね、コメリさんでやっぱり 6,7 年前かな、マジカルっていう名前で買ったんで、そのマジカルシリーズのどれかなのかななんて思ってはいるんですけども、ちょっとよくわからないですね。細かいことはわかんない。この色変わりが、これほど色が変わる品種はこれしかないですね。僕が持ってる品種の中では一番すごい。で、花弁がかなり厚いんですよ。花持ちがいい。しっかりがっちり咲いてくれる。おそらくね、これ秋まで楽しめると思います。お花が開花しちゃったら、直射日光に当てないんですよ。鉢植えの場合は。で、明るい日陰で管理してあげると、ずーっと咲き続けてくれるんですね。色の変化がね、とにかく毎日変わるのと、この同じ一房、同じ一株の中でも全然違うの。どう？これ好きな方いますかね？まあ、僕のおすすめ、マジカルシリーズはね、きっと素晴らしい品種だと思います。そんなに出会えないので、こう比べることはできないんですけども、なんだろうこの色、ほら同じ隣同士のお花なのに。引きで撮りましょうか。引きで、はい、そんなマジカルでした。これは本当におすすめ。挿し木、来年鉢植えで育ててみたいですね。さあ、花付きいいですよ。ダンスパーティー流行りました。今も人気があると思います。ガクアジサイの花付き抜群、樹勢が強い。1メートルね、80ぐらいあると思いますよ。こちらの2株で、どちらかが親株なんですよ。で、どちらかが挿し木なんだけど、大きさ変わんないですね。こう、手まり咲きのアジサイよりも、おそらくね、一般的にはガクアジサイの方が大きく育つんじゃないかな。色の調整しません、地植えの場合は。広大な地面に植えてあるのをこう色の調整しようと思っても、なかなかこう変化させることはできないので、咲きたい色に咲かせてあげる、咲いた色を楽しむっていう感じで、はい、すごい花付き。7年ものぐらいかな、7年8年かちょっと忘れちゃいましたけども。うわ、花つきがすごい。やっぱ肥料大事ですね。寒肥大事、本当につくづく感じますね。さあ、こちらもマジカルですね。マジカル、ちょっと植え方があちこち植えてあってあれなんですけども、ちょっとまとまりよくしたいな。マジカル、すごい。痛いぐらい、もうがっちりしてんの、額が。がっちり。硬い。これね、実はおすすめなんですよ。色がもうちょっとしっかり出せます。だから、今年はちょっと鉢植えにして、来年お見せできると思います。もっともっと綺麗な色が出ます。ちょっとね、なかなか独特の色合いなんですけども、赤があったり、紫があったり、緑があったり、
あれ名前言いましたっけ、シュロスバッカーバルト。ちょっと覚えにくいけど、もうずっと育ててるから覚えちゃいましたけども、シュロスバッカーバルト、これね、いい色が出るんですよ。鉢植えの方がね、向いてるんじゃないかな。ただ、まあ、強いですね。地植えでこれだけ育ってますので。で、ここのコーナーは、全然肥料を与えてなかったんですよ。2年、3年ぐらいかな。植えてから3年ぐらいほとんど肥料を与えていなかったんで、全然育たなかったんですけども、去年は、去年じゃないか、今年の冬に寒肥をしっかり与えたんですよ。咲いた。急に株が大きくなりましたね。まだまだあります。ありがとうっていう品種で、おそらく今でも人気があるんじゃないかな。やっぱり太陽が当たってしまうと焼けちゃいますね。ね、こういう風になっちゃうから、もうちょっと明るい日陰、特に6月、7月、8月は直射日光が当たらないような場所がいいですね。冬の間とか他の成長期、真夏以外は太陽当たってもいいんですけども、当たった方がいいの、当たった方がいいんだけど、6、7、8は直射日光が強すぎちゃってね。で、ここのモナリザは葉焼けしちゃってますね。はい、ちょっと後でもう一回、あのピンクのモナリザすっごい綺麗なんですよ。そこの場所はね、日当たりがこんなに良くないんですよ。ここは西日も当たり続けるからお花が傷んじゃってますね。ピンクのモナリザお見せしますので、ちょっとあれだな、ちょっと違うな。はい、ちょっとお待ちくださいね。あ、これ綺麗だ。これもありがとうっていう品種かな。うん、でこんな感じで、鉢ここまで運ぶの大変でした。12号鉢、コンペイトウっていうアジサイ、こちらもね、人気があるんじゃないかな。きっと地植えにはね、ちょっと地植えだと難しいかもしれない。で、鉢植えでね、これも苦労しましたね。ここまで来るのにやっぱり数年かかりました。なかなか試行錯誤しながら育てているのでね、うまく咲かせるのって難しいなーなんて感じつつ、コンペイトウ、肥料は何色使ったのかな、ちょっとわかんないな。これピンクに咲いてたり、ちょっとブルーっぽいんですよ、こっちはね。ちょっとしたpHの変化で色の出方ね、同じ一鉢に植えてあるのにこんな感じで変わってくるんですよね。こちらもね、人気がありました。人気がありましたって言うとあれですけど、今も人気あります、コンペイトウ。でこちらはブライダルシャワー、ラグランジアブライダルシャワー、咲かせやすい、でお花が早いですね。早いからもう終わってきました。なので形を整える感じで、もうどこでカットしても大丈夫なんでね。もう新芽出てますもんね、脇芽が出てるので、はい、どこで切っても大丈夫。鉢が小さかったら今のうちに植え替えちゃうとか、冬の休眠期に植え替える。肥料は食います。ラグランジア肥料食いなので、晩夏まで、夏の終わりまで肥料を切らさずに与えてくださいっていうことですね。すーごい、ここがね、ちょうどいいんですよ。光が家の角になるので、
朝のうちからね少し日が当たるんですよ。でお昼に太陽がよく当たって午後にはもう日が当たらなくなる、家と家の間になります。これもね、これはもう女子人気ナンバーワンじゃないかなって思うんですよ。だ僕大好きなんですよ。こんにちは女子ですって感じで。でね、色がまた変わるんですよ。これがピンクに咲いていて、何株か植えてあるんですね、増やして。うわ、モナリザ。ちょっとこちらは紫系のお花、紫かだったり、ちょっとじゃあ青かな。このね繊細な色と縁取りのフリフリ、これはすごいお気に入りなんですよ。地植えです。地植え一日中日の当たるところ、先ほどお見せしたところはね多分日差しが強すぎてお花が早く傷んじゃう。でこちらは鉢植え、鉢で育てたのを持ってきてます。ここに10号鉢ですね。植木鉢なかなか難しかった。やっぱりよく見てあげないと咲かせるのがね難しい。昔ながらの紫陽花ってやっぱりすごいなーなんて思いますよね。いやーそれにしてもねこのモナリザは綺麗ですよ。赤の肥料使ってますね。これ赤い札を立ててあるから赤の肥料を与え続けたはずなんですよ。ただねちょっとピンクっぽい感じもあったり、まあ、全体的にはやや紫なんですよね。だからわからないもので色の出し方って結構ね繊細なんですよね。いろいろなこう条件が関わってくるから、そう、まあ、こういうこともあるかなって思いますけどもね。まあ、ピンクに咲いても青に咲いても紫に咲いてもアジサイはアジサイなので、まあ、その咲いた色を楽しめばいいんじゃないかなって思いますけどもね。ほんと綺麗でしょモナリザ。モナリザだけでご飯が食べれるご飯が食べれるさあ行きましょう。こちらはね昔ながらのアジサイ、何年前からが昔ながらっていうのかわかんないですけども、うちの奥さんの実家から持ってきたアジサイになります。だから実家のアジサイ、これ実家のアジサイ綺麗なんですよ。だいたい実家に行くとありますよねアジサイね。こんな感じのシンプルなアジサイ、これ実家のアジサイ。咲き始めピンク、中心白、かわいい。お花特別大きくないですね、控えめで。で花付きはねここやっぱり家と家の間になるから、そうぐんぐん爆発的にお花が多いっていうよりもね控えめに咲いてくれてて、これはこれでいいかなって。でまだここやっぱり日当たりの問題でしょうね、遅いんですよ開花が。だから結構つぼみがあります。はい、なのでこう咲く咲かないとか花付きだったり開花時期だったりって場所によってもかなり変わるんですよっていうね。シンプルな紫陽花素敵でしょーっていうね、普通がいい、普通が一番いい。はい、ということで続いてアナベル行きましょうか。アナベルすごいですよ、一株でこのボリューム。アナベルロードこの後映しますけども、この一株から全ては始まってます。そして隣どういうわけかね、隣ちっちゃいんですよ。ちょっと弱っちゃったんですよね、肥料を与えたり草取り、ちょっと草に覆われちゃっててサボり気味だったんですよ管理が。で去年あんまり咲かなくて、それはいけないだろうってことで
ね、しっかり冬にも肥料をあげて育ってくれましたね。いいね。もう一箇所のアナベルロードの方が今満開なんでね、アナベルまだまだ増やします。はい、親株がこちら、そしてこっちも親株だったかな、ね、もともと2株だったのか、2株から結構増やしてきてるんですよ。で、こちらは鉢植えのアナベルで、鉢植えのアナベルはね、多分皆さん同じだと思うんですけども、茎がやっぱりどうしても細くなっちゃうんですよ、アジサイ全般。だからこう枝が華奢だから、お花支柱がないとこう倒れちゃうんですよね。っていうのはね、やっぱ鉢植えはなかなかね、支柱がないと難しい部分もあるかな。で、嵐でちょっと形乱れちゃいました。ピンクアナベルっていう品種ですね。これピンクで、ピンクで、こっちがルビーアナベルだ。ほら、初めてなんでちょっとわかんないですよ。去年買ったのかな、あれプレゼントキャンペーンで当たったのかな。そうなんですよ、これルビーアナベル。ルビー綺麗、色が濃くて。だからこちらも来年は地植えにしようかな。夏に移植するよりも冬の休眠期に移植した方が安心かなね。はい、どこかのタイミングで植えようと思います。さあ、アナベルロード行ってみましょうか。もう満開ですよ、今まさに。さあ、柏葉アジサイからのアナベル、いや咲きましたね。今年も咲きました。やっぱり冬の肥料は大切ですね。お花もでかい。あ、こちらあれですね、剪定の動画も出してるのでね、あの時に剪定したアジサイアナベル、こんなになったんだっていうのがわかると思います。でかいですよ。あ、これが大きいな。手のひらどころじゃないですよっていう、ほら。でっかい、映しきれない。この大きさ。みんな立ち止まる。みんな立ち止まる。アナベル増やします。ちょっとね、場所変えてアナベルロードのこう両脇アナベルにして、そんな小道を歩きたいみたいな場所を作りたいんですよ、ね、ちょっと待ってね、ちょっと 2,3 年待って、頑張る。すごい、これは立ち止まりますわ。まだ咲きますね、まだお花大きくなるわ。はい、でね、この問題の柏葉アジサイ、もう全員苦労します。柏葉アジサイ毎年咲かせるっていうのは無理僕は無理、あのプロフェッショナルだと思います。結構ね、あの近所ではないんですけども、道沿いで柏葉アジサイの大きい株があるんですけども、そこ通るたびに思うんだけど、1年おきですね、毎年綺麗に咲かせてない。だから多分お花も大きいし、咲かせるのにエネルギー使うんじゃないかな。こっちの方が綺麗かな。これこれこれ、あ、お花もちょっと今年小さいかもしれない。だからね、剪定どうこうっていうよりも、2年に1回花付きがいいみたいなことがね、まあ、皆さん同じだといいんだけど、だからうちに関しては今年はダメではないけど、ほら全然花付き良くないんですよ。で、アナベルはもう全然毎年咲きますし、剪定は2月頃やったかな。アナベル剪定楽です。どこで切っても咲いてくれます。
で、お花が終わってからすぐ剪定しなくてもいいから何も考えなくてもいい。ちょっとこれ嵐でね、もう毎年そうなんだけど、ある程度お花が咲いてから雨風こう倒れちゃうんですよ。でもほら、先ほどのね、逆の道沿いから見るとすごい綺麗だから、まあ、よかった。はい、そんな感じでよかった、紹介できました。いい時期ですね。千葉県にね、服部農園だっけな、アジサイの有名なところがあるんですよ。山一つアジサイみたいなところ、何年か前に行ってからしばらく行ってないんですけども、今年はどうかな、雨降っちゃうしな、またな。はい、そんな感じで今日はね、アジサイ特集でした。ということで、運気が上がると噂が流れつつあるやっチャンネル、チャンネル登録、高評価ボタン、高評価ボタンを押していただけると嬉しい、嬉しい、ほら高評価ボタン押してくださいって、ほらモナリザも言っていますので、ほら高評価ボタン押してくださいモナリザいいね。はい、モナリザも言ってますのでよろしくお願いします。今度ね、大自然の僕のランニングコースに綺麗なアジサイがたくさんあるんですよ。もっともっとたくさんあります。はい、なので、まあ、よかったら移そうかなーなんて思っていますけども、検討中です。ということで今日はアジサイ特集でした。はい、終わりたいと思います。ありがとうございます。また今度近いうちに、さよなら、バイバーイ。それではパン。どうどう、アジサイどうどう。並べるの大変だった、植木鉢。撮影するのに。でもこれな、あれですね、せっかくだから向こうにずらーって今度植えて。これも綺麗ね。この細かいこれ。え、これ？うん、違う、あ、こっちか、うん、そうそう、これ大人気。そうでしょう、大人気だけど、どうなんですかね、すごい咲いてくれましたね。ずーっとさ、見ると西条のね、はい、このアジサイをずーっと植えてやって、当たりなんか見たの。はいはい、その人と人生やめたんだと思ったのね。いろんなのは、タンの黒とかさ、そういうところにいっぱい植えてやったよ、やっぱり。へえ。ねえ、そう、だから水かけもあんじゃない。そうなの、鉢だともう水やりがね、咲いてる時期はまだいいけど、ほら1年間ずっと管理しなきゃいけないから。ねえ、え、どこでですか。ハハ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 、すごいじゃん。いいのがなったね。お花が綺麗だね。お前も綺麗だよ。は？本当にニャ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 。さよなら。おまけでした。はい。もうおまけ、おまけでしたとか言ってまた終わらないんだよ、必殺。本当にこれお気に入りだわ。何これ、マジカルって何、最近見ないな。移り変わりが激しいね。ほらアジサイもほら、次から次へといろんな品種が出てくるからさ、いいよ、そんなに急がなくてゆっくり行こうよっていうね。
マジカル素敵。これコメリさん、コメリさん、これ何ですかこれ。マジカル、またこれいいと思いますよ。丈夫だし綺麗だし、花付き、もう花ずーっと咲いてるし綺麗だね。お前も綺麗だよ。は？はい、キッキョキッキョということで本当に終わりたいと思います。ありがとう。バイバーイ。